バカさんでは、はい、よろしくお願いします。お願いします。ブランプの舞台は、まあ、重ねて来ているわけですけど、その初回、最初の歌舞伎とかの音響が変わってきているのはあるんですか？調整というか、去年一昨年はやっぱり結構グランプリグランプリっていう感じでちょっと来ちゃってた部分もあるんで、まあそれと比べると今年はいつも通り過ごしてきて、まあやっぱりね、グランプリに向けてっていう部分は、まあ、周りがしっかり盛り上げてくれるし、まあそこに乗っかったような感じで、そういう意味で自分がこう気負ったりすることもなくいい感じで来れてるなと思います。実際本当広島県最高の日程だったなというのは思いますよ。そうですね、あの時のもらった声援とかやっぱり格別なものあります。格別ですね、まあ、走りたいですね、またもうすぐ玉野記念の内外や前奏があったけど、はあ、無観客の発表なった瞬間ぐらいだいぶ落ち込んでます、ね、そうですね、まあまあ、特に落ち着いてきて、もしかしたら有観客でできるんじゃないかっていうところだったんで、まあ、それがまたちょっと増えてしまって、ね、もう本当、まあ、開催できるだけでもね、まあ嬉しいですけど、はい、特に、ね、広島のファンは言い方してるけど、弱い時とか、成長する前の段階に、うんそうですね。はい。その今年の広島ファンはもちろんだけど、全国にいるファンにどんな走りをこれで見せられそうですか。まあなんでしょうね、まあ、熱くなりすぎず冷静にね、自分のできることを本当に精一杯やってっていう感じですけどね。はい、それこそマイクを仕事的な感じじゃないですか。やれることっていうのは、ね、広さんはアピールしてる感じですか。まあそうですね、まあ、僕も普段からそういう感じでレース臨んでますし、まあただグランプリだからとか、まあ、例えば G1 の決勝戦だからっていうのでやっぱり結構緊張とかしてしまうと、まあ、なかなか難しい部分もあるんで。また出るかもしれない。そうですね。はい。はい。ちょっと待って、コスタさんってあります？